でしたっけ、栗山町の中心街に入ってきました。国道234、伊達の人に何さこの DCM って聞いたらね、昔ホーマックだったって言うんですね。あの北海道で一番のホームセンターですよ。ただ最近はコメリとかですね、本州のも入ってきたんですね。コメリ、あとなんだろう、パワーっていうのも旭川にあるな、大きい。これは本州から来たのだと思いますね。この DCM っていうのはホーマックだってね。ホーマックは本州にも進出 し始めてるんですよ今ね。でだいぶ昔はホーマックでなくて筆算ホーマって言ってた。そして釧路方面にしかなかったの。釧路が発祥でないかと思ってます。自分が根室にいた頃もありましたから、筆算ホーマーが大きいとこだなと思ってましたね。でいつの間にかホーマックってなった。そして DCM ブランドでいろんなものを作ってるんですね。そして、何でも一般的なものより少し安い値段で売ると。はい、まあそんなわけで栗山町の中心街を今通り、あった、あのね、DCM が。さっきコメリがね、この町にあって、これコメリがあるのになんで、あのね、北海道の天下の DCM っていうか、ホーマックがないんだべと、ね、なるわけです。ありましたね、DCM。向こうより大きいかな。これこれラーメン屋さん並んでる。今日日曜ですからね。一度は自分そこのとこで食べたことあるかなって